日清食品、カップヌードル、プーパッポン、カレーヌードル、ビッグ、揚げ麺で調味料がついていて、粉末スープと火薬は最初から入っています。麺は扁平断面で柔らかめです。普通のカップヌードルよりも薄くて、そして幅が広いような扁平率の高さを感じます。あまり自己主張はしない麺ですが、量は多いです。スープはとろみがあり、結構甘いです。旨味は強すぎるぐらいに出ていますが、やや人工的です。カニの香りはそれほど強くはありません。唐辛子の辛さはほどほどで、適度に爽快です。ココナッツミルク臭は弱いです。具は卵とカニカマが主で、値段を考えると少し物足りなさを感じます。全体的に日本っぽい味作りで、異国情緒が強烈なエスニック風味のカレー味は期待しない方がいいでしょう。